ようこそ Uncle Nutley's Cooking Sensation of the Stars へ家族と友達たちと一緒に集会をしている時迷惑なゾンビの近所の人が登場したそしてお兄さんを食べましたわかりますねゾンバーガーを紹介しますメインの材料は絶対に新鮮な方がいいです。プロシャーが材料を集めます。使います。これは手なし。新鮮な脳みそ。すべての材料が揃いました。料理を始めましょう。まずの味噌を太めに切ります。容器でできます。油をフライパンに練ります。脳みそを炒めている間に皮膚を3分間水にさらします。水を切ります。そしてバンの上にのせます。脳みそが出来上がりました。フライパンを冷まします。脳みそに骨の粉を振りかけます。そしてバンの上にのせます。オーブンで温めます。料理を出します。Yeah.